皆さんこんにちは、データマックスの小山です。新型コロナウイルス感染症の影響で各業界に休業等の支障が出ている中、ゴルフ場業界について今回リポートしたいと思います。今、古賀ゴルフクラブというゴルフ場の方に来ております。古賀ゴルフクラブは昭和22年にこちら開業しました。もう70年ぐらいですね、老舗のゴルフ場になります。で、今入り口の方に来てるんですけども、この部屋はほとんどありません。たまに、メンテナンスとかですね、業者さんあたりが、車で行き交っているような状況でして、プレイヤーの方は一人もいないという状況です。今回県内の、ゴルフ場の、事業者の方にお聞きしましたが、おおよそどこの、ゴルフ場も運営されているということです。それには、3密と、接触に関するですね、対策として、レストランや浴場の、使用の自粛もしくは禁止、あと、まあ、キャディーさんをつけないとかですね、いう対策で、コロナへの、拡散予防についてのですね、対策を講じているというような状況にあります。ゴルフに関しては、まあ、屋外ですし、感染リスクという部分では、室内のサービス業よりかは、かなりリスクは低いんじゃないかなというふうに思われますけども、まあ、そういった部分も含めて、ゴルフ場経営者の方々はですね、このコロナといかに運営しながら戦っていくかという姿勢が、ちょっと伺えるかなと思われます。今後、このコロナの拡散が、どこまで続くか分かりませんけども、このゴルフ場経営、これからどう進めていくか、永続していくか、注目したいと思います。以上、データマックス小山がお伝えしました。